電車の車体に取り付けられた所属車庫を表す記号。これは1814号のもので稲鉢電車運輸事務所所属を示す。名古屋市電の車両基地では名古屋市が運営していた路面電車の車両基地について記述する。市電の車庫は電車運輸事務所と呼ばれ、簡単な車両検査や修理、車両の運用、乗務員の管理を行っていた。車両工場は 電車の全般検査や重要部検査を担当する研修工場であった。最盛期の1960年には8カ所の運輸事務所と1カ所の車両工場を用意したが、名古屋市電が廃止される1974年3月31日までにすべての車庫、車両工場が閉鎖された。跡地は都心に残されたまとまった広さの土地であったため、多くが 公営住宅やマンションに転用された。池下電車運輸事務所は、名古屋市畜作格王山通り7丁目にあった車庫である。格王山線の池下停留場に隣接し、名古屋駅前、栄町方面と格王山、東山公園などを結ぶ、例番内の運転系統を主に担当していた。5 6零両程度の車両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。 所属車両に取り付けられた記号は字。当社庫は西浦出張所を移転させる形で、1930年2月21日に開設された。開設当初は池下出張所という名称であったが、1939年10月1日に池下電車運輸事務所に改称した。地下鉄東山線の建設に伴い、1958年12月10日に、 電車運輸事務所としては閉鎖され、同日付で新設された稲葉地電車運輸事務所の池下電車臨時創車場となった。その後、市電東山公園線星ヶ丘延伸に伴い、星ヶ丘創車場が整備されたため、1959年6月10日に臨時創車場としても廃止された。車庫の敷地は1960年開設の地下鉄。 東山線の池下工場に転用されたが、同工場は藤ヶ丘工場建設により1969年に閉鎖された。車庫があった場所は池下交差点北東角であり、跡地には市営住宅の市営池下層が建設され、1階には地下鉄東山線池下駅東改札口とバスターミナルが設けられている。今町電車運輸事務所は、 名古屋市中村区稲葉地町2丁目にあった車庫である。中村線の終点稲葉地町停留場に隣接し、名古屋駅前と星ヶ丘を結ぶ1号系統と、稲葉地町と東山公園を結ぶ2号系統の運行を担当していた。敷地面積は3337坪で、最大でボギー車58両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。 所属車両に取り付けられた記号は、等。当車庫は、池下電車運輸事務所の機能を移す形で1958年12月10日に、開設された。中村線が、葉地町まで延伸したのは、その2年前の1956年7月15日で、この時、葉町電車運輸事務所の前身である、池下電車運輸事務所稲橋総者場が開設された。その後、 1963年8月1日に、市営バスの運輸事務所を併設して、稲葉地電車自動車運輸事務所となり、中村線の全線廃止に伴い1972年3月1日に閉鎖。後に、自動車運輸事務所としても閉鎖された。車庫は、稲葉地本通行差点の南西角にあった。跡地には1973年度に、 市営住宅の北稲葉地層が建設されている。星ヶ丘総社場は名古屋市千草区田代町技亀入りにあった総社場である。東山公園線の終点星ヶ丘停留場に隣接していた。稲葉地電車運輸事務所の管轄で星ヶ丘を発着する1号系統の留置所として使用されていた。東山公園線が 星ヶ丘まで延伸したのは1959年3月25日。その3ヶ月後の6月10日に、池下電車臨時走車場の機能を移設する形で、新設された。使用期間は短く、新設2年後の1961年5月15日に、東山公園線の休止に合わせ廃止された。廃止後、池下星ヶ丘間で運転された。 市電台公バスの創車場に転用された。バス創車場としても廃止されると、跡地には、市営住宅の市営西西家急層が建設された。西西家急層の1階は、市営バスの展開場となっている。上新電車運輸事務所は、名古屋市西区上市に1丁目にあった車庫である。上川線、上新町停留場に隣接し、上新町や秩父通りを発着する十番台の、 運転系統を主に担当していた。敷地面積3379坪、最大でボギー車75両を収容できる、市電最大の車庫でトラバーサーを1台備えていた。所属車両に取り付けられた記号は清、清当車庫は、1925年3月26日に、上信出張所として新設された。 1930年1932年2月1日に、池下出張所に統合され、池下出張所、上新発出所となるが、1937年11月1日に、池下出張所から分離され上新出張所に戻った。1939年10月1日には上新、電車運輸事務所に改称。押し切り線や押し切り上新連絡線の廃止に伴い、 1972年3月1日に閉鎖された。上川専用と押し切り上新連絡線用の出入庫線が独立している特徴的な配線を持っていた。車庫があった場所は上新交差点の北西角で、跡地には市営住宅のシティファミリー、上新やマンションが建設されている。また、車庫隣接地に1930年4月に、 建設された自動車車庫が現存している。沢上電車運輸事務所は、名古屋市厚田区沢上一丁目にあった車庫である。厚田線の沢上町停留場に隣接し、栄方面と厚田方面を結ぶ20番台の運転系統を主に担当していた。敷地面積は2173坪で、最大でボギー車64両を収容でき、トラバーサーを一台備えていた。 所属車両に取り付けられた記号は、沢。当車庫は、名古屋市電の前身である、名古屋電気鉄道が開設した、沢上車庫を、市営化により1922年8月1日に、名古屋市が引き継いで発足した。市営化に伴い沢上出張所と名付けられたが、1939年10月1日に、沢上電車運輸事務所に改称した。 車庫の前を通る厚田線の廃止に伴い、1974年2月16日に閉鎖された。車庫は沢上交差点から100メートルほど南へ行った場所にあった。跡地にはマンションが建設されている。高辻電車運輸事務所は、名古屋市昭和高校通り9丁目と滝子通り1丁目にまたがる地にあった車庫である。東線の高停留場に隣接し、 堀田駅前や桜山町などを発着する30番台の運転系統を担当していた。敷地面積は3954坪で、最大でボギー車79両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。所属車両に取り付けられた記号は、こう。当社庫は1923年1月25日に東高線が部分開業した際に、 同線専用の車庫として新設された。当初は追松出張所の高辻発出所であったが、1929年11月21日に、高辻出張所に昇格した。1939年10月1日には高辻、電車運輸事務所に改称。閉鎖は1974年3月31日で、市電全廃時まで存続した車庫の一つである。この車庫に、 最終電車が収容されたのを最後に、市電の営業は終了した。車庫があった場所は、高津寺交差点の南東角であり、跡地には、市営住宅の市営高津寺層やマンションが建設された。追松電車運輸事務所は、名古屋市中区追松町7丁目にあった車庫である。公園線の追松町停留場に隣接していた。1930年代以降から、 ボギー車の増備が進んでいたがこの車庫には単車が中心に配置されており、単車の搭滞が進んだ廃止直前でも50両余りの収容車両のうち半数が単車であった。40番台の運転系統を主に担当していた。また、トラバーサーを1台備えていた。所属車両に取り付けられた記号は、ロー。当車庫は、 名古屋電気鉄道の追松車庫として1910年4月23日に開設され、1922年8月1日の市営火事に追松出張所となった。1932年2月1日に高辻出張所に統合された高辻出張所の追松発出所となったが、1937年11月1日に分離され追松出張所に戻った。 1939年10月1日に、追松電車運輸事務所に改称したが、1950年12月15日に閉鎖された。車庫は道路拡幅に伴い閉鎖されたため、敷地の一部は道路になっている。跡地には1952年に、市営バスの車庫が設けられ、敷地上部には後に、都市再生機構の追松アパートが建設された。 大松自動車運輸事務所は1981年に閉鎖され、アパートは2014年現在解体中である。港電車運輸事務所は、名古屋市港区港、名一丁目にあった車庫である。野立月軸地,築地口線の港車庫前停留場に隣接し、名古屋港や稲根地区を発着する50番台の運転系統を担当していた。敷地面積は3782坪で、 最大でボギー車58両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。所属車両に取り付けられた記号は港。当社庫は1943年7月10日に開設され、野立月軸地線の廃止に伴い1969年2月20日に閉鎖された。閉鎖後は市営バスの港営業所として引き続き使用され、事務所本屋や三角屋根の研修庫、 研修庫のピットのレールなども残されていたが、2004年に閉鎖され事務所や研修庫は撤去された。2019年に事務所など一部施設を再建して、港名営業所となり、営業所が復活した。下野一式電車運輸事務所は、名古屋市中川区下野一式町技商院2丁目にあった車庫である。下野一式線の下野一式停留場に隣接し、 下野一式線、築地線で運行されていた75系統を管轄していた。敷地面積は1099坪。収容車両はボギー車基準で最大21両と少ないが、下野一式線、築地線の専用軌道区間で使用されていた河川研修用電動貨車もここに収容されていた。所属車両に取り付けられた記号は、下。当車庫は、 下野一式線を付設した下野一式電車軌道の車庫として新設されたものを1937年3月1日に市が引き継いだものである。池下出張所、上新発出所下野一式文書と命名され、上部組織の名称が上新出張所、上新電車運輸事務所となった後、1946年3月26日に上新電車運輸事務所から分離され、 下野一式電車運輸事務所となった。1961年4月1日には、港電車運輸事務所に統合され、港電車運輸事務所下野一式文書となったが、下野一式線の廃止に伴い1969年2月20日に閉鎖された。跡地は、昭陰公園という名の公園になっている。安田電車運輸事務所は、 名古屋市昭和区安田通りに丁目にあった車庫である。矢子線の安田車庫前停留場に隣接し、矢子線や循環等線で運行される60番台の運転系統を担当していた。敷地面積は1764坪で、最大でボギー車53両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。所属車両に取り付けられた記号は、アン。 矢ゴ線を付設した終わり電気軌道の車庫として建設された。所有者が新三川鉄道に移った後、1937年3月1日の矢ゴ線船市営化と同時に名古屋市に引き継がれた。当初は池下出張所管轄の安田文書であったが、1947年3月18日に池下電車運輸事務所から分離され、安田電車運輸事務所となった。 運輸事務所は1954年3月20日に移転し大久で電車運輸事務所に改称したが、大久でだけでは手狭であったため、移転前の施設も大久で電車運輸事務所の安田車庫として残された。そして大久で電車運輸事務所と共に名古屋市電の最終日である1974年3月31日まで存続した。車庫の跡地には、 京老人ホーム名古屋市安田層が建設されている。大久で電車運輸事務所は名古屋市畜作今池三丁目にあった車庫である。順管東線の大久で停留場に隣接していた。1954年3月20日に旧安田電車運輸事務所が移転、解消したもので、前身の運輸事務所と同様に60番台の運転系統を担当していた。 敷地面積は529坪、最大でボギー車22両を収容できたが、車両研修施設は安田車庫に残したため設置されていなかった。所属車両に取り付けられた記号は、O。当車庫は名古屋市電の最終日の1974年3月31日に閉鎖された。跡地には名古屋市交通局の大久下合同事務所が建設されている。 上飯田電車運輸事務所は、名古屋式宅場、飯田通り一丁目にあった車庫である。上飯田一丁目交差点の北東角、おなり通線の終点であった上飯田停留場に隣接し、上飯田を発着する80番台の運転系統を担当していた。敷地面積は1805坪で、最大でボギー車39両を収容でき、トラバーサーを1台備えていた。 所属車両に取り付けられた記号は、上。当社庫は1951年12月25日に、上新電車運輸事務所の上飯田総社場として、新設され、1959年4月1日に上、飯田電車運輸事務所に昇格した。最後に新設された名古屋市電の電車運輸事務所で、あるが、同じ通線の廃止に伴い1971年2月1日に、閉鎖された。 跡地には、上飯田バスターミナルや、市営住宅の市営製上飯田層が建設されている。西町工場は、名古屋市厚田区厚田西町にあった、車両工場である。下江川線の西町停留場に隣接していた。西町工場は、1931年2月21日に、開設された。当初は、電車専門であったが、1941年4月に、 自動車車両工場が敷地内に完成し、市電、バスの両方を扱う、機関工場となった。市電全廃1ヶ月前の1974年2月16日に、市電部門が廃止され、残されたバス部門も1979年7月1日に、緑曇りの里に、新しい自動車整備工場が開設されたため、廃止され、工場は閉鎖された。工場の跡地には、 名古屋市立日比の中学校の南校舎や、市営住宅の市営一番層、名古屋市上下水道局厚田営業所が建設されている。名古屋工場は、押切線の名古屋町停留場に隣接し、車庫である名古屋町出張所にも隣接していた。敷地面積は5407坪だった。名古屋電気鉄道の車両工場として発足し、1 9 2二年八月一日に、 名古屋市に継承されたが、西町工場新設に伴い1931年2月21日に閉鎖された。後地は名古屋の出張所と同様に、市営バス営業所となった。ありがとうございます。